ちょっさあということでクライマックスシリーズファイナルステージオリックス対ロッテねえー、3対2でオリックスの勝利で結果アドバンテージを含めて4勝1敗でオリックスの勝ちで日本シリーズシースおめでとう、ね、ということでまあ、結果的に見たらねまあ、完勝っていうところでしたけども、まあ、このね、うん えー、21日の試合ね振り返っていくとっすね、まあ、両選抜ね両、えー、ロッテ先発、まあ、あのけがからの復帰というところで、まあ、3イニング54球2安打4三振1試合2失点というところで、まあ、多分最初から50球もしくは3イニングって多分決まったのかな、まあ、そのあと、ね、東森、東條、坂本、沢田とリレーオリックスはね、まあ、宮城、ここもちょっとね宮城もなんかちょっと体調悪いというような、ね、情報も入ったから、まあ、そこはね中16日かな間空いたかとけども6回76球4安打4三振無四球無失点という完璧なピッチング。 その後あ安阿部、ね、山崎総一郎、平野と、ね、リリーフ、まあ最後ホームラン2発打たれるけどもね、3対2でオリックスが逃げ切りがちっていうところで、まあ、初回ね、やっぱり種市ね、久しぶりっていうところもあったし、まあ若干緊張感もあったのか、ちょ制球ね、全く定まらない中で、ワンアウトからね、西のフォアボールで、ここにね、 え、森っていうところで、初級ホークでね、ボール、ここは慎重に入って、で、もう一回低めのフォークボールね、これ森に、森が打ちに行って、で、三球目ね、ストレート若干は無めだったけど、森がね、若干振り遅れてね、だからここね、森はね、基本的にフォーク、ストレート何か回ったっていうわけじゃなくて、自分のタイミングで打ちに行く中でっていうね、え、対応に見えました。で、その中ね、この三球目のストレート若干振り遅れてね、ファール。ここでね、ちょっと悔しそうな顔ね、表情。あー、ちょっとミスったな、みたいなね。で、もうちょっとね、タイミングを早く、若干ね、 足上げるタイミングを早くして、指導を早くした。で、その中でね、4球目のフォークを見逃して、5球目のね、えー、勝負球の2エンド2からインコースのストレートがちょっと真ん中高め、結構ボール球だったけども、そのね、3球目にストレートをファールしたっていうところで、タイミングをしっかり修正してね、この1打席の中でね、しっかり修正して、見事にね、ライトスタンドでツーランホームランっていうところで、この打席内の対応力ね、さすがだったかなと。これで、ね、勝てば日本シリーズ進出っていう中でね、初回2得点っていうところはオリックスよってね、えー、かなり 大きいね得点にななったかなとでこうタレージもねその2回以降はねしっかり請求も定まってきたしね2回ね胸をセンターフライに打ち取って若槻今度は連続三振っていうところで3イニング目もねランナー1人出すけどもしっかり抑えてちょっと立ち上がりバタバタしたけども 2, 2回3回はね仕上がりにいい感じでできてまあここはねやめ上がりっていうところもあるので交代、まあ、になったのかなと。 で、ロッテの攻撃言うとね、まあ宮城はね、さすがのピッチングっていうところもあったけども、やっぱね、最大の特定のチャンスはね、えー、まず4回ね、えー、2アウト、1、塁でね、えー、安田っていうところでね、もうこのね、初級、スライダーね、低め見逃しして、次スライダーね、え空振りして、で、最後スライダー、レフトフライっていうところで、このね、2打席目にね、初級で、ね、スローカーブ、見逃し。 で、スライダーワンバン空振り。で、スライダーボールになってから、ストレート見逃し三振っていう、この一打席と、ほぼ同じ攻めされてるのよ。で、特にね、前半ロッテ打線がね、 あの、宮城のね、スローカーブの入り、全く反応しない。だから、どんどんあれを投げられて、カウントをね、えー、取られていくっていうところでは、誰か一発あれを狙ってね、逮捕してると、もっと違う展開になってきたところがね、全く手出さない。そして、ボール球に合わせて手を出すっていうところで、まあ、宮城の状態の際っていうのもあったけども、宮城をね、どんどん楽にさせたらと。1打席目と2打席目ね、全く同じ配球されてるからね、そういったところはね、ちょっとね、その、 だ試合内での修正っていうところがね、ちょっと安田はできなかったから。 で、5回もね、完全に打ち取られて、でね、勝負の6回っていうところで、まあ2対0ね、まあこれ以上失点しちゃいけないっていう中でね、えー、ロッテはね、えー、6回もて、なんとか一点追いつきたいところをね、えー、先頭技能はね、インコースめちゃくちゃ厳しいところをね、コマみたいに回って、レフトの線ツーベース。よし、これ1点取ろうっていうところで、まあ藤岡のね、内野ゴルフの間に3塁進んで、ワンアウト3塁ね。ここでのよ、宮城の投球よ、さすがなのは。石川はね、積極的に振ってくるっていうところで、初球ね、チェンジアップをワンパンボール玉っていうところ でねまあ、そこは見逃してで2球目インコースストレート結構きっちり投げ切ってファールで3球目も、ね、インコースめちゃくちゃさっきのファウルよりいいところに投げ切って見逃してワンボールツーストライク4球目、ねえー、外の低めに落としてファールでもう1回、ね、真ん中に落としてサードゴロっていうところでね もう甘い球一切なしで厳しくね、しっかり狙って取りに行くっていうところ。まあ最後ら辺首振ってねえ、自分で選択した球種を、またそれをね、しっかり投げるっていうところも素晴らしかったし。で、ここワンナウス三塁でね、サードランナーオギ戸は抜けてからゴーだったね。 ゴロゴーだったら、ね、あの、胸が若干ね、逆ターンしてワンターンでね、えー、取ったっていうところもあったから、フォームもひょっとしたらセーフになったかもわかんないけど、これはもう作戦だからね、仕方ない。あれを見てからゴーはね、できない。もともとあの、抜けてからだからね、ゴロストップ、抜けてからゴーだったから、それを何かあった時に、そこから走り出すっていうのはランナーはできないから、もうこれはね、作戦っていうところで間仕方ない。で、その後ね、ポランコの打席でもね、初球ね、スライダー、コーダーに入ってね、空振り。 で、二球目ね、えー、今度スライダーね、低めのボール球、空振り。で、三、えー、球目スライダー見送って、四球目ボール。で、最後もね、えー、非常にいいところね、投げ切って三振っていうところで、ここもね、甘い球一切なしでしっかり投げ切ったね、宮城の制球力、さすが。意識のしところもね、さすがだったかなと。で、六、えー、回裏、ね、二二組目に入った森。先頭森にね、スライダー甘く入って、左中間ツーベースっていう。で、もうこっからね、どんどん、あの、甘くなってきてるんだよ。で、セレイジね、 初球、スライダー。これ結構これコースきっちり投げれて、えー、ライトフライ。で、えー、森が三塁に進んで、ワンナウト三塁から、ここよ、また同じようなスライダーをドバンだから上げるんだよ。で、それをね、杉本が見逃さず、レフトオーバーのツーベースっていうところで、その初球のね、甘い変化球を見逃さないで打った杉本はさすがだけども、ね、積極的に打ってくるってなった時にね、 ね、セリー A の時はしっかり投げたけどもしっかり高いんだったらコース投げるか甘いんだったら低め投げるかこれどっちかしない,いとこの1点でかなり致命傷だったのよだからその映像で見てて、まあ、佐藤俊哉が低くねとか初球から来るよっていうこのピッチャーに対してのジェスチャーねどこまでやってたかは正直あの見えなかったけども果たしてやったかとねできることそれをほぼど真ん中に投げてエフトオーバーのツーベースで胸に対しても、えー、2球目の スライダー、ほぼめっちゃ甘めいってショートライナー。で、次、若槻のね、ツーアウトにいるから初球スライダー。また杉本に打たれたような同じ球ね。で、若槻が打ってライトオーバーなるかなって言ったところをね、ライト多いのが取ってね、アウトにしたけども、このね、6回表裏のピンチでの投球の違いよ。宮城とね、この森っていうところで。まあ、その中でね、まあ、それはね、技術が違うんやって言ったら、まあね、えー、それまでよ。しかし、 意識しなきゃそんなき全部厳しく投げれないんだったら高さだったらコース甘いんだったら低めっていうところでそれもねもっとまあこれがねもう こんなところでいい教訓にしてもあれなんだけど、終わったことはしかない。これをいい教訓にして、どこまでピッチング練習の中でね、投げ込んで、そういう意識のもと、意図を持って投げていけるか。今はね、ただ一生懸命投げてるだけにしか見えない。もっと野球脳を使って、この状況、何をしなきゃいけないのか。ね、そんなの分かってるよと。やろうとしてるけどできないや。っていうね、やろうとしてるけどできない,やっていう、ねもね。それじゃあできるようにしなさいよって話だからね。やろうとしててできないんやから、やろうとしてるんやろ。 って言われたって、そんな言い訳聞きませんよっていうね。じゃあやろうとしなくてもいいからやってくれよっていう話になるからね。そういったところはね、技術が足りないって言ったらそれまでだけども、それだったらもっと技術習得するようにしてください。もっと意識してください。キャッチャーはもっと意識させてください。ね。え、ベンチはもっと意識した中で練習させてくださいっていうところでは、この6回の表裏で、その、オギノと、森っていうところをね、オリックス投手陣とロッテ投手陣っていうところの質の、 高さ低さ低っていうとところが、まあ、如実に出たらとでその中ねで何回も同じところに投るからねでその中1点というところが入って、ね、オリックスとしてはこの1点どうしても欲しかったところをこの6回にね一番いいタイミングで取れたっていうのは大きかったしロッテとしてはねもうちょっと意識したらねちょっと変化違ったんじゃないのかなっていうねオリックスとロッテのこの表裏のね守備のね投手のあのあこの考え方、うん 意識っそいうところがねロッテは7回ね安田がヒットを出るけどもなかなか連打が出ないっていうところでねまあ、ロッテ投手陣もねそこから7回ね裏には東場がねこのあの抑えに行くっていうところだけどもここで一つ気になったのが2アウト2塁でね T 岡田が代打で来たんだけども西野に代わってってなった時によ東場ここはもうね俺は見ててえ ピッチャー交代量いいんじゃないの坂本みたいな。これもう4点目取られたら終わっちゃうよっていうところで、で TO 型にセンター前打たれるんだけども、まあ、セカンドランナーね、野口が、まあ、センター浅かったっていうのもあって、ホームに帰ってこれなくて、で森田からね、えー、ピッチャーね、坂本に代わって森フォアボール、でセデールね、打ち取って、まあ、ここ無得点になったんだけどね、オリックスは。でもここはテンポ遅いんちゃうかしねしかもあの阪神対ね広島戦見てたからね、もう岡田監督主婦になって、もうポン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 、1、2、三人で抑えるっていうね、この勝負どころの 1>, 1点を取られなくするっていうところでは、正直この TO がだから坂本行っても良かったんじゃないのかなと、まあ失点しなかったから良かったけども、ここちょっとワンテンポで、あの、投手リレー遅れたんちゃうかなって正直見てて思いました。で、8回もね、ランナー出しながら澤田がなんとか抑えるんだけども、ね、ロッテもね、8回ね、えー、山崎宗一郎から藤原がね、えー、先頭からホームランを打って1点返して、9回にも先頭ね、ポランコがホームランを打って1点返すんだけども、その後が続かない。ね。 結局、ソロで終わるのか、ね、オリックスはツーランでロッテはソロっていうところでね結果、この3対2でね、まあ、1点差に、えー、泣いたっていうところはあるけどもまあねアドバンテージ、15m4 勝1敗。 まあ結局やっぱ大きなね、個々の能力の差が結構やっぱ1位と2位でもあったかなっていうところがね、このクライマックスシリーズでも、万あ実に出た戦いになったかなっていうところはね、まあ見えましたね。まあロッテで言えばね、またね、12球団の総括終わってからしますけども、初戦だね、初戦のあの山本に初回3点取ってあれ勝ってたらね、ひょっとしたらロッテがね、日本シリーズに行けたかもしれない。でもそれをね、逆転したね、オリックスをね、 勝負強さっていうところがね、まあ、このね、4勝1敗っていうところのファイナルステージになったかなと。まあ、その中でね、このクライマックスシリーズね、MVP は杉本だったけども、やっぱこの紅林、杉本っていうね、この2人の打者がね、非常にこのファイナルの中ではね、活躍したと思う。でもそのね、あの紅林がちょっと手首、なんか左手、で、杉本がね、なんか足首、これちょっと日本シリーズ2人が出れなかったら、 かなり大きな戦力ダウンになるから、まああと一瞬かかるからね、どうなるかわからないけども、このね、二人がいなかったら、日本シリーズもひょっとしたらいけなかったっていうね、戦い、大きなキーポイントプレイヤーの中で、ちょっと心配だね。ここはね、ちょっと続報をね、ちょっと待ちたいっていうところはあるけども、ちょっと怪我人がね、オリックスが多いところがね、日本シリーズに向けて心配になりますけども、無事にね、 しっかり、あのー、四勝一敗でね、勝ち切れたっていうのも大きいし。あと一週間ね、日本シリーズ向けて、まあ、西洋するなりで、どこまで調整するなりっていうところは。しっかりね、状態上げていきたいなっていうね。で、阪神も阪神でね、一二番の近本中野はね。えー だいゼ0割9分一人というね、全くクライマックシリーズファイナルね、機能しなかったっていうところで、得点力のね、ちょっと爆発って力っていうのがなかったけども、まあオリックスもね、阪神もどちらもね、不安要素を抱えながら日本シリーズに行くんだけども、この1週間のうちにね、どこまで、どちらのチームがね、修正しきれるかっていうところがね、ポイントになると思います。ということでね、まあこれでクライマックシリーズ終わりましたけども、日本シリーズも佐々木総チェックやっていきますので、ぜひそちらもね、えー、期待してください。あとドラフトが行われますからね、えー、その近辺でね、まあ ままたいいいろんな動画出ししててきますので、えー、期待してくださいということで、えー、今日はちょっとゆっくり寝れそうですっていうのはありますけどもオリックスサイドってね3対2で21日土曜日の試合は勝利日本シリーズ進出おめでとうございますということで佐々木のクライマックスシリーズ総チェックこれでおしまいそれじゃあじゃあ